国道254号は東京都文京区から埼玉県、群馬県を経由し、長野県松本市に至る一般国道である。東京都心と埼玉県西部を結ぶ道路ということもあり、渋滞が激しい。この道は古くから川越街道、小玉街道、富岡街道、新州街道として江戸道、川越道などとも呼ばれた。中仙道より、 皇帝距離も短く、通行者も多かったため、五街道に準ずる脇王館として、宿駅整備された。大名などが多く利用する五街道とは違い、役人や女性が多く利用していたことから、群馬県神楽郡下仁田町のように、姫街道と呼んでいる地域もある。長野県の一部区間は中仙道となっている。東京都文京区の国道254号起点から、 群馬県藤岡市まで国道17号、関越自動車道にほぼ並行しており、藤岡市から長野県佐久市までの間では、上信越自動車道にほぼ並行している。山手線内側では、春日通り、山手線外側や埼玉県では、川越街道、群馬県内では、新州街道などと呼ばれている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、 経過値は次の通り。群馬県神楽郡下仁田町南の牧から長野県佐久市に至る内山峠の箇所の旧道は急勾配で道幅も狭く、つづら折りであったことも相まって転落事故も多かった。しかし、旧道時代においても長野県へと抜ける道路として普通車をはじめ大型貨物自動車も頻繁に利用していた。その後、百七十八年には、 県境の内山トンネルが開通。1989年に内山道路が全線開通したため、その利便性が大幅に改善され、ほとんどの車両はそちらを利用するようになった。同時に交通量も増大した。長野県内では、上田市と松本市を結び長らく有料道路であった、三沢山トンネル有料道路、松本トンネル有料道路が2020年に無料化された。 2 0 0キロメートルを超える長大な路線の中には、東京都心の春日通りなどに見られる大通りから、山間部のセンターラインのない狭い道路まであり、また、三佐山を貫く長大なトンネルも施設されているなど、道路の状況は変化に富む。浦和所沢バイパスという名称は、かつて存在した埼玉県道2号、浦和所沢線のバイパスを意味するもので、 同バイパスの内あたり国道のバイパスでもある区間は、新座市の AIC から、富士見市の上南畑交差点までで、東国道は浦和地区や所沢市は通っていない。主な橋梁主なトンネル道の駅明時期には、東京から群馬県渋川市を経て、新潟県長岡市までの鉄道路線として、計画された東場鉄道の当時の布設計画ルートも、 群馬県藤岡市までほぼこの道に並行している。ありがとうございます。